千歳丸は幕末にクルメ藩が保有した蒸気船。日本最初の観艦式に参列した艦船の一席。前身は1867年にイギリスのグラス号で建造された商船コケットである。1867年12月頃にクルメ藩がアメリカ人商人ウォールスから長崎で購入筑後川の旧称である千歳川にちなんで、 死とせると解明した。当時、久留米藩は、洋式艦船の取得を急速に進めており、本艦はその7席目であった。木造の日本マスト1本煙突の蒸気船で、洋木は、全長126尺、甲板幅26尺、深さ14尺、トン数459トン、乗員50人。武装として、フレッチレー12金砲2門と、同9金砲4門。 小銃三十丁を備えていた。母親戦争が勃発すると、久留米藩は明治政府方についたため、千歳丸も明治政府方で従軍した。1868年4月18日には、大阪湾の天保山沖で、伝竜丸沖艦とする六隻の諸藩連合艦隊の一隻として、明治天皇の関越を受け、日本初の艦艦式参加艦となる栄誉を担った。 明治維新後は、久留米県所管の公選になっていたが、1871年に、清流丸と改称、県内の商人への商船としての払い下げが届け出られている。ありがとうございます。